はいみな、えー、さんこんにちは <coughs> レクセニコ氏の雲野と申しますそれでは、えー、今日は相続の基礎知識について、えー、皆さんにお話をしていこうと思います、えー、一つの動画の内容が、えー、本当にあの短い時間でご覧になれますのでどうぞ <coughs> 受講生の方もそうでない方も司法書士の試験にですね興味がある方もない方も身近な相続のお話についてどうぞですねご覧いただければと思います それではまず相続って一体何を指すんでしょうそれについてまずはお話をさせていただきます相続というのは分かっているようで分かっていないという方も多いんじゃないかなとまず相続とは何でしょう相続とは人が死亡した時にその人のすべての権利や義務これはプラスの財産とマイナスの財産がございますこれをまとめて引き継ぐことを相続と言うんですね でこのプラスの財産といえば現金や不動産貴金属有価証券などが挙げられますそしてマイナスの財産としては借金これがあるんですさあこのプラスの財産とマイナスの財産の全部をまとめて引き継ぐことを相続と呼んでいきますこれえー、りごみはできません例えばプラスの財産だけを受け取りたいマイナスの財産は受け取りたくない、えー、ことはできないんですね そして亡くなった方相続の対象となる方のことを非相続人これは相続される人という意味ですそして相続する人のことを相続人と呼んでいくわけですではその相続人の範囲について見ていきましょうこちらの紙をねご覧になっていただきたいんですけれども相続人というのは非相続人に配偶者がいる場合その配偶者常に相続人となっていきます 妻から見た夫夫から見た妻のことですねそして配偶者と一緒に相続人となるものとして以下のものが挙げられますと1子供そして2直系存続と言いますこれは親などを指しますねそして、えー、兄弟姉妹です法律用語としては「慶帝姉妹」などと言うんですがここでは「兄弟姉妹」と呼んでいきますさあこの123には実は優先順位があるんです。 その優先順位についてはこちらご覧になってみてくださいまず配偶者とここの配偶者と書いてありますねここ配偶者には常に相続人となりますそして血族相続人これは血のつながりのあるという意味ですでこの血族相続人が順位がついているんです第一順位子供。 で第一順位子供がいる場合には直系尊属親、えー、兄承姉妹兄弟ねこれは相続人になれないんです。そして子供がいないときに第二順位の直系尊属、えー、子供も直系尊属もともにいないときに第三順位の兄弟という順番になっていくと。さあこのとき、えー、配偶者と子供の相続分の割合は一対一。 配偶者と直系存続の相続分の相分割合は2対1配偶者と兄弟姉妹との相続分の割合は3対1というふうに相続分が誰との組み合わせかによって分かれていくことになります。 さあこれからですねこの相続人を探しそして相続分がどれぐらいになるのかというのをいくつかの家族関係をお見せしながら皆さんと一緒に考えていきたいと思いますまず今回は代表的な相続の場面を取り上げて解説しましょうではまずその家族関係をお見せいたします、うん、こういった家族がいたような場合ですはいまずですね このお家,家のイラストになっている A さん今回 A さんが亡くなられたとお考えください A さんには配偶者の B さん B との間に子供の C さんそして A さんの両親であたるとととはにに存命ということになりますそしてその A さんには兄弟の兵がいました A さんには兄弟の兵がいたというような場合ですさあ A の配偶者 BA と B の間の子供 CA の両親公おつ A の兄弟うだいとこういう家族関係だった場合に今回この A さんが亡くなりました。 A さんが亡くなってしまったまあちょっと便宜的に亡くなった方によく我々はバッテンをつけるね。ちょっとまあ失礼な話なんですけどもバッテンをつけて今回もご説明するとこの A さんが亡くなられましたさあそれによってどなたがどれぐらい相続しますかというのが今回の問題なんですはいまず配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人となりますからこの配偶者 B さんがまずは相続人となるということです 続いて、えー、子供がいる場合には子供は第一順位の相続人ですから子供のこの C さんも相続人となります。はい、配偶者と子供、えー、これが今回の相続人なんです。そうしますと子供第一順位の子供がいる以上第二順位の子とオツは相続できません。そして、えー、第一順位の子供がいる以上第三順位の兄弟ヘさんも相続できないということなんです。 ということで今回は妻の B と子供の C そしてこの二人の相続分比は1対1となりますから結果として今回は B さんが全体の2分の1 C さんが全体の2分の1となっていきますはいこれが答えなんですさあではもし子供が複数名いたらどうなりますか子供が複数名いたら、えー、複数名で全体の2分の1となります つまり2人いたらその2人の子供は4分の14分の1となるわけです3人いたらその3人の子供は6分の16分の16分の1となりますそしてもし配偶者が先に亡くなるとしていなければ子供だけが相続人となります配偶者がいない場合子供だけが相続人となるということもぜひ合わせて押さえといてください さあ今回はこのように第1順位の子どもがいる場合第2順位の直系存続親第3順位の兄弟姉妹は相続人となれないよそして子どもが複数名いる場合には子供の相続分比は1対1ですよいいうお話をさせてたただきました今後はこういったあのイラスト家族関係のイラストをお見せしながらこの時の相続人って誰でしょうっていうのをいくつかのパターンに分けてお話をしていこうと思います。 えー、これでの時間で、えー、ご覧になれますのでどうぞね、えー、次のお動画もご覧になっていただければと思いますそれでは今回の講義は以上でおしまいにします皆さんご清聴ありがとうございました